よろしくお願いします。33歳西森まさめです。渋谷の皆さんこんにちは。はじめまして、はじめましての方も知ってる方もこんにちは。スーパークレイジー君こと西本誠として東京都知事選挙を今日で11日目戦っておる最中でございます。逆に今日自分がここに来るって SNS で逆に知ってた人ってどのくらいいますか。ありがとうございます。はい、そうですね。僕には他の小池百合子さんとか山本太郎さん、そういう方と違って有力候補ではありません。まあいわゆる泡沫候補、まあ補欠の補欠、特に僕は3軍4軍ぐらいの人物としてまあ言われております。まあでも選挙は平等平等って言いますが、まあ、平等じゃありません。同じ金額お金は払って同じことやって、でも全部カットはされる。こんだけ取られてるのはなんでニュースは5人しか名前をあげないのだろうか。まあ僕はもうそれは分かった上で出てます。だけど自分に今期日前投票と言って、もうすでにたくさんの方が思った以上期日前投票で投票所行ってくれて、スーパークレイジー君西本誠に人生初めて投票したよっていう方がすごく多くて、でもその方もやっぱり言われます。いつも NHK 見ないのにすごいクレイジー君が NHK 出るのを楽しみにしているんですけど、小池百合子さんとかそういう人しか映ってないのでちょっと残念ですっていう人もまあ意外にいて、まあ、そういうことを思うとやっぱりちょっとは平等であってもいいのになと思い、でもやっぱ全部カットはされる。いくら取材がされても、どんなに真面目なこと言っても、まあ、カットされる。お金は取られる。お金もかかるし、まあ、お金のことはさておいて、最初は売名だけっていうので出たんですよね。初めてじゃなくて、まあ、いつも結構毎回来てくれる人にはちょっと同じ話で申し訳ないですが、先に売名だったっていうのが一つ、今は違いますが、それは後で話します。あと SNS に書かれてますが、それも本当で、まあ隠しようがない。だったら全部認めてちゃんと話して、まあ嘘ついてもバレますから。よく学歴詐称とかよくありますよね、政治ね。そういうイメージないですか、不祥事して賄賂して。でも選挙出るときって多分自転車ってた人でいっぱいいると思うんですよね。東大出て、いい学校出て、いい家庭に生まれて、親が議員だから2代目3代目でなった、わけもわからず政治家になったっていう人もたくさんいます。僕も SNS 書かれている通り隠すことも何もないし、だから今やりやすいかなって。でこういう特攻服とかああいう車とかこういう旗とかは小池百合子さんは別にバカにしてるわけではありません。ただ若い方ってこういう風な言葉って結構好きじゃないですか。ウケてるみたいな、ローランドのパクリかよみたいな、まあちょっともじっただけであって、でもまあこういう方のが若い方って見るんですよね。写真撮ったり、僕がスーツ着て真面目に黒い髪型にして学校行って真面目なふりしても多分バレますよね、そういうのって。なのでスーツを着るつもりだったんですけど、途中から自分はこのまんまの格好で、まあこれはおもちゃなんですけど、昔のまあちょっと暴走族やってたとか、まあ、書かれてるからその通りだし、まあそのままで行こうと思って、これはおもちゃでやって、イベント用とかの洋服です。お前本物ってそんなおもちゃでやってたのって言われますが、ふざけんなって、本物を着るわけないじゃないですかって、これは面白おかしく、まあ、写真撮ってもいいしみたいな。ただスーツで やった日が1日あります、演説を。めっちゃ真面目なこと言ってるんですけど誰も止まらない、で僕に気づかない。だからもう特攻服やるしかないなと思って、この格好して車で、まあちょっと目立つのかもしれないですが、やっぱ若者ってそういうのすごい好きなんですよ。見て調べて、こいつ誰だ、このバカ誰とか SNS で調べると、うわすごいヤバみたいな、親がどうのこうのとか、
まあいろいろ書かれてますが、まあその通りだし、それはそれでいいかなって思ってますね。はい、こういうところにいるのが来てて、全くもってセリフは決めてないし、カンペもない、セリフもない、決めゼリフもないっていう、そういう風な感じで僕は全部回ってます。他に今17人ぐらい有力候補者以外に有名な方、無名と言われるのかな、大松候補っていう人は22人中17人います。僕もその代表であり、でもやっぱ真面目にいい格好して真面目な人もいるんですけど、ずっと1時間も2時間も喋ってるのに誰も聞かない、誰も止まんない、やっぱニュース出てないから。でもそういう人って意外に取り上げられてる人だけがまともとは限らないなっていうのは自分が今身をもって思ってます。まあテレビの影響ってすごい大きいですし、だから自分は SNS しかないなと。でも僕にとって多分初めて投票したっていう人が今、まあ、1万人ぐらいいまして、分かってる段階で、まあ、SNS で写真送られたり、今日西本誠って書いてきましたとか、まあそのもう今数えきれないんですが、どうしてもみんなゆり子に勝ってほしいとか、ゆり子か俺か、ゆり子か俺かって、僕も最初はまあ冗談半分で受ければいいなってそれだけだったんですが、やっぱその投票所に行ってくれた方は初めて、僕の場合は7割初めての方なので、初めて自分で調べてバカにしてたんですけど、政見放送見ました、 NHK 見ましたとか、まあそういう声が多かったのは事実で、多分その方たちは多分僕が学歴が他の候補者と違ってそれを分かった上で入れてくれてるっていうのはすごくなんか嬉しいなっていうふうに思ってます。でも言っても日本は多分学歴で見るっていうところは絶対あります。誰かの、なんでお前中卒なのに選挙出るの、髪の毛茶髪なのになんでお前選挙出れるの、どうせ悪いことしてんだろ、詐欺やってんだろ、まあ結構問い合わせが多くて、まあでも確かにそれは人が決めるものなので、まあ仕方ないんですが、まあ一つ許せないのっていうのはいっぱいありまして、自分を叩くのはいいんですけど、自分の子供の写真とか学校とか何年何組フルネームとか隠す人すごい多くて、まあ子供がちょっと泣いてたことはあって、まあでもそういうのって僕そういう書き込みしている人とか犯人一人捕まえたんですね。まあ何も手を出すとかそういう意味じゃないんですが、意外にまともな女性で、まあ僕も介護の学校行ってたので、多分その方って介護の仕事をしてる介護福祉士っていう老人ホームで働いてる女性だったんですよね。その人からしたら多分僕のことは気に食わなかったと思うんですよね。介護の仕事、老人ホームで僕バイトしてたことがあったんで、自分で介護の会社立ち上げるためにやっぱり気に食わないっていうのはもちろん分かります。でもそういう風な僕より真面目な学校行ってる方、まあ、いい高校も行ってるっぽくて、でも介護の資格もちゃんと取って方から見たら真面目にしてる人ですけど、僕よりヤバいやつって結構いると思うんですよね。分かんないですけど、まあ、老人ホーム僕が逆の立場だったら多分預けないなって、怖いなって人のことずっとこう書き込んだり、でもまあそれがまあ現状であって、でも中にはすごく励ましてくれる方もいるので、今11日目なんですが、最初の日なんか僕も結構ビビってて、まあ強がりなので結構震えてたりとか、まあ、パッと見はこういう格好してるからイケイケなのかなと思うんですけど、それで言うと全然そうもなく、まあ一般庶民の心はまあ持ってるのかなっていう、まあこの自転車ぶってるわけじゃないんですけど、なので僕まず絶対いいこと言ってもニュースは全部カットされるので、やっぱ SNS しかないのかなって、だからって僕はやっぱみんなに頼むのは人の勝手なので、だったら面白いことして踊って歌ってまあやったりしています。でも人に見てて不愉快に思ってる人も中にはいます、やっぱり。でも逆を言うと TikTok で最近知って投票したっていう方がすごい多くなってきて、まあ、政治に興味ないんだけど初めて政治に興味持ちましたっていう人も多く、
逆に、まあ、批判は買うけど歌って踊ってもよかったかなって今は思ってます。もう毎日踊るのやめろやめろって言われるんですけど、逆に僕の踊ったりとかで人が集まるときって結構あるんですよね。真面目なこと言ってるときよりもやっぱり発信していかないと、ゆり子か俺かっていうか小池ゆり子さんには勝てませんよね。毎日向こうはテレビ出てるし。でも考えてみてほしいのが一つありまして、まあ公約っていうのはあんまりずっと綺麗事ずっとここで言うのって簡単だと思ってます。暗記すればいいだけ、公約も3つじゃなくて30個ぐらいいっぱい言うのはただだから、公約をいっぱい言えば票は取れるっていう指摘もありますが、僕は3つしか言わないようにしようかな。まあ、1つ目にまあ軽くだけ、まあ、公約なんだっていうのを思ってるかと思いますが、まあ、1つ目に風営法の緩和および密商売飲食業、まあ、居酒屋とかご飯屋さん全てにおいて、まあ、急いで経済を、まあ、時間をあんまり制限をしすぎると悪い業界の方たちもやってきますよね。まともなお店が閉めてから悪いお店もやりだすとか、まあ、そういう被害があってる方も結構多いです。まあ、僕もそういうところに昔関わってたこともあるのでよくわかります。表しか知らないと逆にそれが不利になる時もあるし、まあ、自分はどっちも多少なりは他の候補者よりも分かってるのかなと、ということで風営法の緩和っていうのを挙げてます。まあ、2つ目に児童待機ゼロ、僕も母親が、まあ、ちっちゃい頃1歳ぐらいの時かな、まあ、ちょっといなかったので、まあ、ずっとママ母に預けられたりもあって、まあ、父親が、ね、まあ、ネットでは罰ゴとか書かれてますが、まあまあ、僕もそこまで数えてないんですけど、まあ、意外に、まあ、女性にモテてたって言い方はあれだけど、まあ、女性が好きで、まあ、いろいろお母さんが変わったっていう括弧がありました。なので自分の祖母がおばあちゃんがお父さんのこと心配だから引き取られて、でもやっぱりこうね、まあ、施設に預けられた時もあって、まあいろんな僕が一番辛い思いしてんのかなっていう時もあったんですけど、意外にそうでもなくて、お父さんもお母さんも誰かも分かんないっていう、そういう個人とかありますよね。多分まあ意外に多くて、まあ僕もそういうボランティアっていうのはしたいなと。だからってボランティアっていうやるとまた偽善者になるわけだから、まあそういう時は SNS にはまあなるべく上げるもんじゃないなと思ってて、まあそういうのがあって児童待機ゼロ、まあいろんな無駄な施設とかありますよね多分。なのでやっぱり子供もやっぱ大切にしなきゃなと。それでまあ児童待機ゼロ、まあ、すごい話が長くなるので、あと SNS などで発信していければなと思ってます。あと3つ目にペット殺処分ゼロっていうのを掲げています。自分のおばあちゃんがあのペットショップやってたので昔、まあ、結構そういう動物を捨てたり大きくなったから返品したいっていう人を結構見たことがあって、ちっちゃい頃にまあおばあちゃんのお店いたので、まあそういう人って今すごいもっと大きくなってて、まあ殺処分ゼロってなってますが、実はゼロっていうのはなんでゼロかっていうと、捨ててる人がいないわけじゃなく、動物愛護団体あとボランティアの人たちがそういうふうに引き取ったりして殺されないようにっていう動いてる人が多いから成り立ってる。別に東京とは僕にすると小池、まあ、小池子さんの公約の中の一つ唯一はペット殺処分ゼロとなってますが、これは誰、まあ、東京都ではなくやっぱ人、そういう一人一人の力があるからだとは感じましたね。なので保健所が悪いって僕ずっと思ってて、最初はだけど一番悪いのって動物を飼う時だと思ってます。簡単に買って簡単に動物を捨てれる、まあそういうのが非常に多いと。今 SNS のおかげで多分この犬かわいいからインスタ映えするからとかいう理由で犬を飼う人もいます。フォロワー増える犬って何ですかので犬を飼う人もいます。そういうことがあるらしいです。なのでやっぱり僕は保健所が悪いんではなく、まずライセンス制とかね、1日2日多少なりの講習受けて
そういう約束事を決めて買うのが筋じゃないのかなとは思ってます。まあ、ちょっと皆さんこうやって格好つけてるわけじゃないんですけど、まあ、そういう保健所とか行っていろいろ手伝ってたんですけど、まあ、それはまあ SNS には載せてないんですが、それがちょっと思いました。悪い動物ね、ペットショップも中にはあるし、同じ犬をずっと売って買って売って買って繰り返してるところも昔あったし、ブリーダーで売れなくなったら保健所連れていくっていうブリーダーもいる。まあそういう人には痛い目にあった方がいいなと。まあ、言葉悪いんですが、まあ、法律が軽すぎると、なんかそういうのは多分思ってる人は多分少なからずいて、一生そのね犬猫だけじゃないんですが、まあ、仮に2つだとして、まずなんかそういうね一生背負うっていうのは大事なので、そういうのが僕は土地になったら、そういう人はもう徹底的に法律っていう名でしばかないといけないなっていう、まあ口は悪いんですけどごめんなさい。まあ法律が要するに、ね、そういうのがあるので、その3つを言ってます。でもちょっと話は戻ります。でも僕も、まあ、何度も来てくれてる方がいるので本当に重複になるんですが、まず選挙に出るにあたって髪の毛を黒くしなさい、あと服装をスーツにしなさい、あと宗教に入りなさい、まあ、そういう人もいました。そしてマニフェストっていうか、ごめんなさい、公約は専門家に頼んで票が取れそうなイメージいいのをアドバイスもらって暗記して言いなさい。本当にこういうのって実はあって、僕はなんか最初一瞬考えたこともあったんですよね。やっぱ票が欲しいから、やっぱり。でも自分が思ってないことを丸暗記して言ったっていつか絶対バレますから、自分の思ったことを後ろ盾、まあ、宗教とか組織票に頼らず何もないところから一人で戦う姿の方が若い方って結構好きですよね、多分。でもほら、出来上がった人間ばっかりがやっぱ政治っていうイメージがあって、僕からするとやっぱり僕も銀座の夜のクラブで10年ぐらい働いてて、まあ、雇われ社長もして、まあ、スポンサーはいたんですけどね、やっぱり成功した人すごい毎日来ます。で僕がいた店はやっぱりこうすごい人もね、大物って言われる夜の国会議事堂って言われるお店で働いてたので最初。でもやっぱ政治家、よくお世話になってた方が女性問題でフライデー取られて辞職したりとか、で僕は別に女の子と合コンするのって悪いことじゃないと思ってて、別にね、その女の子と何かして犯罪したっていうのはもちろんそれは悪いですけど、合コンしたぐらいで国会議員辞めるっていう、自分はなんかえっと思っちゃってたんですよね。多分理由があって、多分偽善しゃぶって殻を作って、やっぱ学歴も良いんですよそういう人って、多分こうやって全部さらけ出さないから。なので多分僕がたとえ知事になろうが国会議員いつかなろうが区議会議員になろうが、多分僕が女性と合コンしたからって言うと多分嫁もいますが、多分それで追い込まれるってことはないのかなっていうふうに思ってます。やっぱり何でも偽善しゃぶると悪いし、偽善しゃぶると悪いし、正直にやってる人の方がなんかねとは思ってます。まあ口はちょっとうまいわけでもなく、演説うまいわけじゃないんですが、まあ、いつもどんなとこに行っても泡沫候補ってずっと言われてるのに、たくさんの人が関西から来たり仙台から来たり、茨城、栃木、静岡、名古屋、福島、いろんな人がなんか来てくれたりもあって、絶対ユリコに負けんなよと、ユリコに負けんな、まあ、最初はもう絶対負けると思って出てたんですよね、2日目3日目までは。でも考えてみると、東京には眠ってる400万人か600万人の票があります。でもそういう方って多分選挙に行かない、多分面白くない、つまんない、学歴がいいけど不祥事した捕まった、そういうニュースって結構敏感なんですよね。 SNS で回って Twitter が回っていいことは絶対回りません。
悪いことはすぐ回りますよね。3秒で回ります。僕は今まで今放末候補なので全部カットされてますけど、ニュースとか。もしここで今日捕まったとします、逮捕されます、お金もらったりして逮捕される。多分初めて出るのがそれだと思ってます。そのぐらいまあ平等と言いながら平等じゃない。でも負け犬の遠吠えっていうつもりじゃないんですけど、でも平等じゃないって分かってながら出たのは自分なので、だったら僕は面白いこともちょっとして、楽しいこともして、まあ、こうやって歌ったり踊ったり、まあ、初日をしようと。あとは真面目にやっていこう、スーツ着て髪の毛黒くしていこうと思ってました、正直言うと。でもいろんなところから来て、2日目3日目かな、スーツ着てやって、で写真撮りたかったんですけど特攻服じゃないんですかとか、踊ってほしいんですとか、娘が楽しみにしててって、まあそういうのもあって、なんかスーツ着ようにも着れない状態になっちゃって、だからってこれで毎日これで歩いてるわけでもなく、意味があるっていうのはカッコつけた言葉になりますが、そういう風な理由でこういう格好、ああいう車、ああいう旗、ダンスとかやってます。意外にそれでTikTok で見たっていうのがすごい多くて、最近なんか300万再生とかなんか言ってるみたいで、なんかでもそれで知って興味持って、最初はこいつバカだなーってやっぱ言われるじゃないですか。それはもちろん分かっててこのバカって言って、意外に真面目なことも考えてんだなって。で、ね、それでお父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃん兄弟全員で投票したって言ってくれる方もすごく多くなって、いい時って連鎖に若者はすごい力がありますから、だからつって年齢が高い人をバカにしてるわけではなく、眠った400万から600万人どうしたらまず注目されるだろうと。変な話、小池百合子さんが TikTok やって踊って、多分だからといって興味を持つとはまた違うなと思って、いきなり TikTok 来たんかいって思いますよね、若者向けに。なので僕はこの学校でやって、まあ過去も隠さず、自分聞かれる前に自分からどこの演説でもこうやって喋るように、そこ一番力入れているようにはしてます。公約言うのは簡単ですし、暗記すればいいだけ、作文読むのと一緒ですよね。やっぱり自分の直感で動いていろんなところ行って喋るのが一番なのかなと思って演説を続けてます。最初はね、全然するつもりもなく、ただ踊って騒いで終わればいいなっていう気持ちだったんですけど、どん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 応援してくれる方が多いので、まあ、何度もしつこくなるんですが、残りの1週間ちょうど1週間後に結果が分かります。7月5日開票日になります。なのでかっこいいこととか他の演説家と演説してる方とは違いますが、まあ、僕は僕なりに上手くなる必要はないなと思ってて、気持ちをぶつける、右も左もわからない、応援してるくれる、そういう人を増やせばいいかなと思って今は挑んでます。なので今日は7時半だよね、まあ、この後もちょっと合同演説会っていうのがこの後すぐ新宿の西口であるので、ちょっと移動しないといけない時間になっちゃったので、最後に真面目な公約を言うのか、スーパークレイジー君てんてん虫踊るのか歌うのか、聞かなくてもおそらく踊った方がみんな盛り上がると思うので、一発スーパークレイジー君てんてん虫歌いたいと思います。いこう、すべてフィクションです、歌詞には意味はありません。チェイヨ、チェイヨ、チェイヨ、レイナのチェイヨ、遊びじゃねえ。
ちょっとこの歌知ってる人いますか？あ、ありがとうございます。歌って踊りましょう。いつか行くぞ。今 TV 作ってるからここのカメラ見てよ。行くぞ。あまり子供には聞かせないようにお願いします。すべてフィクションです。今からちょっと取材何時だっけ。これでふざけてますけど、これはどうしても理由があって、みんなに迷惑かけたくないっていうのを本当に思ってます。本当はマスクも常に他ではやってるんですけど、この学校でマスクしてたらちょっと暴走族っぽいからもっとやめてっていうことがあったので、マスクしなきゃっていうのは思ってます。それも先に、言うの忘れちゃって、ウイルス飛ばすのが好きなのかとか、子供にタッチってされて取ってしただけですごい叩かれたりとか、やっぱりこう3歳ぐらいの子がタッチされたらこう消毒してないから無理ってもやっぱ言えないじゃないですか。で無視したら無視したで叩かれるし、タッチってしてそれで叩かれるし、そういうもんだなとは思ってます。なので、フェイスシールも今持ってるんですけど、やっぱり取って喋ってほしいとしても、わざとらしいじゃないですか。いつもやらないのにマスクしかしてない、だから何しても叩かれる。で
ても逆に応援してくれる人もいるので、なんか僕はどんどんなんか売名だけだったのに、本当にユリコ倒したいなって。でもその代わり絶対に眠ってる600万票全員の力を本当に今はあんま頭下げるの好きじゃないんですけど、まあ学歴もない、でも何が残ってるのかなって言ったら、多分正直さ、やる気、エネルギー、まあ、それしか自分にはないかなと思って挑んで残り1週間行きたいと思ってます。あんまりこう綺麗事言わないんで普段は全く。でもなんか演説が悲しいことに慣れてきちゃって、なんか上手すぎると変だなというのもあるので、まあずっと不器用だけど正直にやってるねっていう人の方が多分いいのかなと思ってます。なので残り最終日は7月4日になります。場所は7月4日銀座6っていうところがあるんですが、そこの前で6時から8時、こういうちょっとちっちゃい感じではなく、もうどでかく最後に花を探したいなと思ってます。やっぱり男は男だと思ってるので、選挙出た以上負けるっていう諦めじゃなくて、何もないけどどこまであぐらかいてる人たちを、政治家のねあぐらをかいてる悪い人たちを引き下ろせるかと、ちょっと楽しみになってます。なので来れる方は7月4日来てもらえたら嬉しいです。要するに投票所って山の上にあるわけでもないし、富士山の上にあるわけでも、あれな、富士山の上にあるわけでもないから、80歳のおじいちゃんおばあちゃんでも車椅子で行ってる人もいます。なので目つぶっても行ける距離ですし、手ぶらでも行ける期日前投票、そういう制度も、そういう制度なんでかって行かない人が多いからって、目の前にあっても行かない人っていっぱいいるんで、なのでこういう学校でまずハテナ、こいつなんなの、こいつ中卒なのに資格ないじゃんとか、まあそうやってハテナがついて僕を調べて、片手で調べれる時代なんで、まあニュースには全部カットとか削除されてますが、残された自分の方法でここで歌って踊ってやって、まあ最初バカって言われてもいいし、なんかどんどんやる気があって出てきて、まず調べて、人に無理やり投票しろ、選挙に行けっていうよりも、自分で調べて興味を持って、こんなバカ出てんだ、だったら違う人に出ようとか、何でもいいと思うんですよねって言いながらも、票は欲しいですし、もちろん、でも後ろ盾とか何も使わず一人でやっていきたいなーって、本気にこれは嘘偽りなく思ってます。なので皆さんの力を本当に貸してもらえればお願いします。ゆり子か俺かって、もう本気じゃ冗談じゃないよって、本気だよって、眠ってる600万人が動いたら、もし可能性は 1% でもあるんだったら、もう可能性あるなっていう、まあドラマみたいな、何か起こるかもしれないっていう、それを願ってあと1週間頑張りたいと思います。ご清聴ありがとうございました。またよろしくお願いします。ありがとうございました。プロモーションビデオ新宿でも撮りましょうか。なのでちょっと写真あそこでいつものやりますか。あと投票所書き方なんですが、スーパークレイジー君と書いても無票になるので、まあ投票所に書いてるんですが、西本誠でやっぱお願いしたいなと、やっぱ何人かいまして、まあ、罰ゲームで生かされてスーパークレイジー君で書いちゃったっていう人もいました。でも変な話、小池
だけ書いても小池百合子さんには行きます。ゆり子って書いても小池百合子さんに票が行きます。スーパークレイジー君って書いて分かってても自分には票はありません。平等って言いながらそういうのがあれなので、どこまで壊そうかなって思ってます。なので西本誠でよろしくお願いします。以上、ありがとうございました。